11月3日、国民的グループ嵐が CD デビュー25周年を迎える。多くのファンや関係者がアニバーサリーイヤーの再始動に期待しているが、現実的には難しいようだ。嵐は2020年12月31日をもって活動を休止。以降、リーダーの大野聡、42、は一切の芸能活動をしていない。桜井翔、41、相葉雅紀、40、二宮和也、40、松本潤、42、自由な生活を一度してみたいと活動休止の意思を伝え、現在は沖縄県宮古島で多くの時間を過ごしていると複数のメディアで報じられている。さすがに25周年には何かあるのではと関係者の間でも話されていました。ジャニー喜多川氏、享年87の問題で揺れるジャニーズ事務所としても、ドームツアーをやってほしいと考えているようです。ただ、そこまでできるかは難しいのではないか、とも言われている。事務所サイドもメンバーの事情を分かっているでしょうから、最低でも一夜限りのコンサートをやってほしいと願っている、と聞こえてきています。そのコンサートで長年にわたって、そして活動休止後も応援を続けてくれたファンに感謝を伝えてほしい、ということですよね。しかし、実際には計画は全く動いていないそうなんです。特にハードルが大きいのが大野さんですよね。彼は芸能活動に疲弊して心身ともにボロボロだった。結果、メンバーに芸能界からの引退を申し出たものの、事務所含めてそこをなんとか休止で思いとどまらせたわけですからね。芸能プロ関係者、芸能活動完全休止中の大野聡は副業に邁進。活動休止後、大野は宮古島と東京を行き来する生活をしており、友人の制作会社関係者を社長に立てて複数の会社を設立。都内で賃貸アパートを経営しているほか、宮古島にバーをオープン。2024年には宮古島のリゾート事業も本格的にスタートすると報じられている。副業もいろいろやっているようですが、来年から本格的にスタートするという宮古島のリゾート事業に力を入れていきたいという気持ちが大きいのではないでしょうか。それに、嵐はメンバー仲が良いことでもファンから愛されていますが、大野さんとリアルに連絡を取り合っているのは二宮さんぐらいだと聞こえてきています。二宮さんは、大野さんが絶対にコンサートは嫌だと言ったら無理強いしないタイプですし、他のメンバーにも、5人じゃないと嵐じゃないと明言していますからね。全道、一夜限りのコンサートすら可能性はほぼゼロ。加えて、ジャニー氏の問題でジャニーズ事務所は被害者の補償終了後に廃業へ。所属タレントは新たに設立される会社とエージェント契約を結ぶことが決まった。さらに10月12日発売の週刊文春、文藝春秋が、松本潤が NHK 大河ドラマ、どうする家康の現場でパワハラ的行為をしていたと報道。記事によると、収録が押してしまった際に、助監督に、殺すぞ、と暴言を吐いたり、前室の丸椅子を蹴り上げたり、共演者のセリフを横取りして現場で、セリフ泥棒のあだ名がついているという、ジャニーズ周辺、嵐周辺の流れも良くないですよね。再始動をめぐっては、桜井さんと相葉さんにも、ファンのために、という思いは強くあるようですが、5人が揃わないのではないかと案じていると聞こえてきています。二宮さんは前述のように、リーダーが無理なら無理という気持ちでしょう。現時点では一夜限りのコンサートすら可能性はほぼゼロだと言います。しかし、再始動できないのにアニバーサリーイヤーを何もないまま過ごすというのはファンの手前、無理でしょう。そうなってくると、けじめをつけなければなりません。2024年に嵐としてのピリオドを打つ。つまり、解散という決断をいよいよするのではないかと言われていますね。前室の芸能プロ関係者。改名の関ジャニエイトにも解散説が浮上。10月2日の会見で新会社の社長に就任する東山紀之、57、が、すべて、ジャニーズとつくものはなくなりますと明言し、グループ名を改名する関ジャニエイトにも2024年の解散説が急浮上しているという。関ジャニは10月12日、ファンクラブ会員向けサイトに動画を投稿し、公募していたグループ名について、2つまで絞っており、事務所に相談すると報告。メンバーの村上信五、41、は、とにかく安心していただきたいのは、我々はきちんと5人で活動は続けますので、とにもかくにもそこはご安心くださいと前向きなメッセージを送っていたが、渋谷すばるさん、42、
錦戸亮さん、38、とメンバーが続々と退所して何かと不安定な関ジャニですが、錦戸さんが脱退するタイミングで解散という話も出ていたんです。民放キー局関係者、関ジャニの5人は、2022年1月の行列のできる相談所、日本テレビ系にゲスト出演。メンバーが相次いで抜け、安田翔太、39、は、リードボーカルがいなくなった。屋号、関ジャニをなくすか?という話にもなりましたけどねと明かしていた。村上は横山豊、42、と二人きりで話をしたとし、どっちかがこれで、グループを抜けるのはない。残る方がしんどくない。一蓮托生じゃないかと当時を振り返った。横山も、村上が、やるぞってなってくれたから、あいつの思いを聞いて頑張らなきゃってなったと語り、正直、解散ライブのことまで話をしていた。潮時なのかなって思って、村上に相談したと告白した。グループとして、やりきった感、前室の民放キー局関係者が続ける。5人が踏みとどまったのは、やっぱりファンのために、という思いが強かったからだと言います。ファンのためにも続けられるところまで続けようと決意を固めたんです。ただ、これ以上、メンバーが辞める、メンバーが長期離脱するとなった時点で解散しようということも決めているそうなんです。関ジャニは歌って踊れるアイドル的な活動だけではなく、バンド編成でライブもできますし、今年8月にも音楽フェス、ロックアイエヌジャパンフェスティバル2023でパフォーマンスを披露するなど多方面で活躍してきた。解散、話の背景にあるのは、後ろ向きなことではなく、グループとしてやりきったという思いだと言いますね。英会話が堪能な安田翔太は海外進出へ、村上は MC、横山は俳優とバラエティ番組、丸山隆平、39、は情報番組やバラエティ番組、安田は俳優と音楽活動、大倉忠義、38、は俳優に加え、なにわ男子をはじめとする関西ジャニーズジュニアのプロデュースと、メンバーはそれぞれ得意な分野で活躍を続けている。V6 もそうでしたが、40代というのがジャニーズグループの限界というのもあるんでしょうね。さらに安田さんには海外で活動したいという思いもあるようなんです。マツコデラックスさん、50、も彼の歌声を絶賛していましたが、舞台俳優としても活躍しています。ブロードウェイなどに挑戦したい、本場で学びたいという気持ちもあるのではないでしょうか。8月11日に放送された、アナザースカイ、日本テレビ系では、カリブ海の国、ベリーズを訪問。流暢な英語を披露し、2017年に患った脳の病気以来、6年ぶりに海に入りました。過去を振り返り、涙も流した安田さん。やはり転機が迫っているのかもしれません。すでに英語も話せる彼は、短期間の挑戦ではなく、本格的に腰を据えて海外で活動したい思いがあると聞こえてきています。つまり長期離脱ということになる。そうなれば、グループとして、ここでリセットしようとなるのではないでしょうか。全道、新会社とエージェント契約を結ぶという形になることも、関ジャニの解散を後押しすることになるという。エージェント契約であれば、メンバーがバラバラになっても、やりたい時期にまた集結して新会社とエージェント契約を結んで再起動することが容易になりますからね。これまではジャニーズ事務所に所属しているからこそのしがらみがありましたが、エージェント契約になるとそれがなくなるわけです。解散という形になっても、断頭子組のように再結成がしやすいということですよね。関ジャニは本当にファン思いですから、解散するにしてもしっかりと満足してもらおうとするはず。V6 のようにラストツアーなどを行ってから新たな道に進むと見られています。メンバーの離脱、それぞれの活躍、エージェント契約、そういった条件が重なり、関ジャニの2024年に解散発表がありそうだと関係者の間では言われています。同、ジャニーズを牽引してきた東西二大グループの終焉は近づいているようだ。画像、仲良し夫婦の殿と瀬名、パワハラ報道の松本潤、妻役有村架純と、満足月ツーショット。パワハラ疑惑が報じられた松本だが、瀬名役を演じた有村架純、30、のことはお気に入りだったようで、頻繁に手土産を渡していたという。